近鉄1480系電車、1480系電車、1480系電車とは、近畿日本鉄道大阪線の電車、一般車両である。本港では、2470系電車、線魚列車専用車に改造された1481系電車も含め紹介する。近鉄標準機線でも特に長距離の急行バイク間を要する大阪線は、 大部分の区間で、そもそも即制度の装備を必要としており、同線で運用される車両については、全電動車方式か、高出力の主電動機を搭載して編成中の電動車比率を高めにしなければならないという制約があった。当時の大阪線は、沿線の宅地開発が著しく、 急増する輸送量に対応するために1954年から1957年かけても1450型や1460系といった WN ドライブ片側3扉車体を採用した通勤用一般車を製造して大阪線に投入した。しかしながら片側3扉車体をもってしても激増する利用客数には対応しきれ。 南大阪専用6800系の車体設計を踏襲した1470系を1959年に投入し、勾配区間が少なく比較的平坦な上本町駅河内国部駅間の普通列車を中心に使われた。この運用実績から河内国部伊東伊勢方面への直通列車にも使用できるよう、出力向上を図りながら付随車も連結するように、 したのが1480系、2470系である。1961年に1470系の改良装備型として登場。編成はも1480系、空数 MC からも1480系、奇数 M をユニットとして固定し、これに空1580系、または空1590型を連結する編成となった。 6590型は増結用で、電動発電機を装備し、平坦区間では、電動車と制御車が2両ずつの4両編成として、運行可能とした。も1480系、機は、近鉄の高性能通勤車としては、初めての中間電動車で、連結部の窓の割り付けが、左右対称となっており、以降に製造された通勤型とは異なっている。 以後に登場した通勤型の中間車は、一方の連結部長さが長く二連窓になった。これは制御車の寸法に合わせたためであり、中間車と制御車で割付を変えているのは、本系列だけの特徴である。車内設備は、座席はロングシートで、色は円磁色である。ドア横の立席スペースが広く取られているため、他の統一規格車と比べて、 座席定員は、先頭車、中間車とも48名と少ない、他の統一規格は58から64名。冷房装置は搭載せず、押し込み型通風機を屋根状に設けた。貫通路はも1480系、木からも1480系、玉のユニット間は広幅、他は強幅としているが、2.3次車はすべて広幅である。 9581、9583 95の3両は、トイレを装備し、団体専用列車や長距離列車にも使用できた。1961年から1966年に、かけて3両編成9本27両、9590系5両の、計32両が製造され、その後の大阪専用3両編成の申請者は2430系に移行した。 駆動方式は WN ドライブであるが、電動機は三菱電気製 125kW モーターの MB-3020D を装備する。これは先行して落成した1 1 0 0系や名古屋線1 6 0 0系と同一で、歯車比は5.47としている。制御装置は 1C8M 制御の三菱製、単位スイッチ式抵抗制御でも1 4 8 0系、機に搭載した。 台車は近畿車両製シュリーレン式金属バネを装着するが、新造品である KD-36C や KD-56A1100K から流用した KD-30C、KD-30B を装着する車両が混在している。終電装置は MC 車に1台搭載した1487階から2台装備に変更、既存車も 同様に増設。ブレーキ、制動方式は発電及び、そもそも測平用電磁直通ブレーキである。空気圧縮機と電動発電機は MC 車に搭載する。また、百二十五キロワットモーターの二 m 一 t 編成という構成は、後年も特急車の機器を流用した二千四百七十系二千六百八十系二千系千系千十系二千系 1000系、110系は1 3 2キロワットに増強に受け継がれ、制御装置などは2100系にも共通で採用された。トイレ付きである9581、9583の3両は1966年に名古屋線急行用に転用され、1600系に編入し、形式を空う1780型に変更した。後には、 運転台を撤去してさ1780型となった。また、この時期に塗装は製造時のベージュに青帯からマルーンレッド一色に改められた。1969年には ATS の設置工事を行い、運転台の形状を近鉄共通仕様に変更した。また、9588.1589の2両は、 電動発電機を装備して9596.1597に改版されている。1982年から冷房装置、集約分散式4台の取り付けと車体更新工事を行い、方向膜を装備し、3両固定編成化された。3両固定編成化時には9580、95 1590系の他に92580系、 2470系、イコール工術、区2590系、2410系との連結も行われた一方で、区1590系の区1592区1595の4両が、運転台を撤去して2台目さ1550型さ1553、さ1556となり、2430系の、うち、 3両編成であった2433階から2436階の中間に連結されるようになった。9590型で残った車両も電動発電機を撤去しているが、改版は行われていない。また、車齢は高かったものの、1989年に1483回1485回が、車体更新と冷房改造を施行している。 1986年からは、車体塗装を、マルーンレッド一色から、シルキーホワイトを追加した二色塗装に順次改めた。3両1編成は後述する専用列車専用車に改造された。1988年に1487回1489回の6両が、冷房化されずに、廃車95、9581、9583を、 改造したさ1780型も同様に1989年に廃車となった。それ以外は1997年から1999年にかけて全車両が廃車となった。1480系のうち3両を1989年に鮮魚列車専用車に改造したものである。従来の車両が老朽化したために代替として選ばれたもので、 編成はも1482対も1481、9591の3両編成で、形式も変更となった。専魚列車は、伊勢方面から大阪へ、魚介類を運ぶ、行商人のために運転されている列車で、魚の匂いなどのために専用車が当てられている。改造主社は、非冷房だったため、冷房化改造、集約分散式3台を行ったほか、 長距離を走るため戦5 9 1には、便所、和式を設置した。車内は、網棚などの改造もいったが座席は、ロングシートのままである。塗装は、マルーンレッドを基調として倉庫に、白の日本線を入れたデザインとして、一般の車両を特別した。なお、方向幕はなく行き先いた、急行列車と同じデザイン。停車駅は一部異なるが、種別上も、 休行の扱いを掲示して運行した。検査ダイソーは2610系などで行われた。2001年に2680系2683回に代替されて廃車となった。1966年に登場。1480系の増備タイプであるが、車両番号が不足することから系列が変わったものである。また、窓配置の変更や、 機器流用などの変更点もある。編成はも2470系、玉、MG からも2470系、機、M から空2580系の3両編成である。当初は空2580型は切り離せるようになっていた。ただし、1968年製造のも2470型は2両ずつなのに対し、空2581系、 区2582型は先立つ1966年に製造され、区2583型は1968年に製造された。これは、区1580系の3両を区1780型に改造したことに伴う補充分である。合計7両が製造され、以後の3両編成の増備は2430系に移行した。車体は、 両戦闘車は1480系や1600系の設計を踏襲するが、中間車のも2470系、木がも1480系、木と異なって、前後が非対称になり、側面窓は一方が二連窓となった。これに伴って座席配置も変更されている。この中間車の窓配置は、以後の抵抗制御車両は元より、車体デザインが変更された1400系、 2 0 5 0系、1 2 0 0 k 1 3 8 0型や8 8 1 0系、9 2 0 0系までの境自治派制御車両にも引き継がれ1986年に車体設計を大きく変更した VVVF 制御車両が登場するまでの約20年にわたる近鉄一般車両の中間車の車体設計基礎を確立した駆動方式は WN ドライブで、主電動機は三菱電気製1 2 5ットモーターを装備するが、これは 1400K が出力向上改造をした。再の発生品を流用したもので、電動車の台車も同系が使っていたものの枕場を空気バネから金属バネに交換した KD-51G を装着する。制御車は、初期の2両は 1100K から流用した。 KD-30C である一方で空2583の台車は2400系と同一の新造品である KD-60A が用意された。制御装置は1480系と同一の新造品で戦前以来続く大阪戦車両の単位スイッチ式制御装置は本系列が最後となった。ブレーキ、制動方式は HSC d 型。発電制動。 そもそも即制度付きである。1979年に冷房化改造と固定編成化が行われた。1985年と1986年に分けて方向膜の取り付けや車体更新工事も行われている。2002年までに全車両が除籍、廃車解体され、減損しない。なお、2001年に廃車された2472回は、 末期2480系との組み替えで2410系 TC 車、区2591系を組み込んだ。1480系、2470系ともに、片側4、扉車体で高出力主電動機を用いた、高加速、高速運転性能を遺憾なく発揮して、大阪線全線で運用され、河内国部異勢の平坦区間では、区五5 9 0系、 二千五百八十型を増結した 2M に T 編成でも運用された。大阪線の最小編成量数が四両編成と、なった九十年代以降は三両編成の運転が、多い名古屋線系統の普通列車でも運用された。なお、千六百系の増結用に転用された九千五百八十一、九千五百八十三、九千七百八十一、千七百八十三は二千六百系。 2610系と共に、名古屋線急行に徴用された。それ以外の基本使用者は、専用専用車両に転用された編成を除き、追加のトイレ設置改造は行われなかったため、長距離急行に充当される場合は原則として3両編成者で、トイレを備えた2680系と並結して、運用された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。